ごきげん。悪いよ、望月ひまりだよ。前回の動画でひまりをウィキペディアに載せてほしいって話したの覚えてる？あの後、ウィキペディアにひまりの記事ができて、下に口内炎ができているかのような路列の回ってない喋り方をするなんて書かれたりもしつつ、記事はちょっとずつ充実してたんだけど、記事が消されました。今、ウィキペディアでひまりのページを開こうとすると、ひまりが所属する株式会社ユニクリエイトのページに飛ばされるようになってるの。なんでなの？ひまりユニちゃんじゃないの？ツイッターでエゴさしてみたんだけど、情報源、優位な言及、ふにゃふにゃふにゃと、なんか要するにひまり以外の人がひまりについて書いたりしてるものがないとダメだよみたいな感じみたい。ユニちゃんは雑誌に寄稿したり本に載ったりしてるからオッケーなんだけど、ひまりはどこの本にも載ったことがないから、ひまりの存在はひまりのツイッターとひまりチャンネル初の MP4 と JPEG でしか確認されてないから、突破にインタビューが載ったこともあるけど、あの時はゲット陣名乗ったりしてたからってことみたい。助けて、コウサギちゃん。いや、メディアコウサギちゃん、マスメディアコウサギちゃん、マスコウサギちゃん、ひまりをインタビューして、ひまりについて書いて。お問い合わせはこちらです。対象と無関係な信頼できる情報源から優位な言及があるアイドル望月ひまりの誕生をよろしくお願いします。あ、ひまりの画像をツイッターやブログに掲載するのはご自由にどうぞ。勝手にひまりグッズを出してお金を稼いだりはしないでね。あとは宣材写真を大量に撮るので使ってください。にー、こういうポーズ撮ったらなんかアイドルっぽい雑誌のインタビューとか書けるのかな。こう600万円と換したアイドルとか言って復習されちゃったりして、なんかやだな。今一番あなたに近いアイドルみたいな。1080p で画質にして切り抜いてね。ミュージカル風ひまりの600万を溶かした動画は広告で出してないと、伸びると広告にまた出したんだろうって疑われるぞ。ひまりはよくメイド喫茶でにゃんにゃんとかポーズしてたな。動物の真似すりゃいいと思ってるところ全然成長してないな、ひまり。はい、ここでスクショ。昔こんな写真撮ったな。ブロマイドどのくらい売れたっけな。店長元気かな。フィリップ・モリス知ってた先輩、今はラークしてんのかな。600万円とかした動画また報告出してるんだろうとか、パグの匂いが好きって言ったのは店長の指示なんだろうとか、そういうの言われるのやだな。これで宣材写真は足りるんじゃない。ウィキペディアにも載せていいぞ。これぐらいかな。メディアの方からの連絡待ってます。望月ひまりでした。またね。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしくして。